ユニホンテレビ。この絵図はだいぶ古いけど、はい、その前からすでに、はい、そうですね、古池町というのはもう江戸時代の初めから、まあ、実際には、その前の時代からすでに町場としてあったというふうに考えられます。で、記録によりますと、15世紀1400年代にはもうすでに町があったと、まあ考えていいかというふうに思っております。じゃあ記録に残ってるのはかなり本庄の町としても古い部類に入る、はい、ことですよね。今の、建物家屋とは間口がちょっと違ってとても狭いと、これがいわゆる町場の特徴ということになりますけれども、実はこの中でひときわ大きなお屋敷が絵図に描かれてます。この絵図で言うと早水という、お家になってますけれども、禅王寺川を境にして東と西で町が違うというお話をしましたけれども、こちらの大きな早水家、これは古雪町の名主を務めたお家になってます。だいたいこの辺りの、あったというふうに考えられております。そうなんですね、はい、こういった町の成り立ちとしても、お城に近い方、出戸町と言ってた方と、こちらの古雪町は成り立ちも違えば、そういう町の統治といいましょうか、自治組織も違ってたと、いうことが分かっております。と、江戸時代、当時、古雪町から大町にかけて、当時の本庄のメインストリートというお話を先ほどさせてもらいました。で、やはりその江戸時代から大変栄えた通り、現在は閑静な住宅地という雰囲気なんですけれども、当時はやはりメインストリートですので、古雪町というのは基本的にも商人町、商家がこう並んでいるというような雰囲気だったと考えていいかと思います。で、先ほどの東高和銀土鏡にも、代表的な商家が描かれてましたけれども、農家は当然まずここにはないわけです、で、職人街というものでもなくて、やはりこうお棚が並ぶというような風情、ちょっと現在からは考えにくいですけれども、想像していただければと思います。こっちに行くと、はい、泉町ですよね、ですけれども、こちらの絵図、18世紀の、最初の頃、くらいだと、推定されていますけれども、その絵図にもすでに現れている通りです。おそらく当時とほぼ道幅も変わらない狭いんですよねのかなというふうに考えております。ここから大体鶴舞小学校 の坂道の方に向かう道路が絵図にも描かれてますので、お家が新しくなってる以外は昔からあるまんまって感じですかね。想像していただけるじゃないかなというふうに考えます。なるほど。それで、こちらはメインストリートで大変にぎわってたということなんですけれども、それはですね、実は大正の頃まで続いてたですね。なぜ大正なのかと説明しますと、大正の時にですね、大きな交通の革命があります。鉄道です。上越本線が引かれた、その時代まで当時の物流というのは基本船です。で、そうなるとやはりここは物資が入ってくる、人が入ってくる最初の場所ということになりますので、こちらが今でいう、いわゆる駅前というような雰囲気
まあ、外からの玄関口が変わっちゃったっていうことなんですかね、はい、そういう交通体系の変化に伴って、そこから少しずつこう町の風情って変わってきたのかなと思います。古雪町をずっと歩いてきましたけども、はい、そろそろもう古雪町の端っこ、はい、東端に着きました。そうですね、端に来ました。はい、でこちらの方にあるのが善能寺と、はい、いうことになります。はい、こちら善能寺さんです。浄土真宗 のお寺になりますけども、うん、実は古雪のルーツをこう調べていくときに欠かせない情報があるお寺になってます。うん、こちらの方がですね、かつては尊従寺という名前、尊従寺、江戸時代の初めの頃までは尊従寺という名前のお寺だったんですけども、こちらのお寺の始まりがですね、なんて書いてあるっけ、1472年、古い、はい、古いですね、に始まったという記録があります。うん、でその当時は夜中島、これまあ中洲のことだと思いますけれども、うんうんうん、中島に最初建てられて、それからこちらの方に移ったということが分かっております。で浄土真宗というのは日本海沿いに港町に、はい、いわゆる商業の流れと一緒にこう広がっていくという流れがあります。でそう考えていきますと、何もないところにこのお寺が突然現れるということはおそらくないですので、うんうん、その時点ではもうすでに港町がある程度こう確立していると、うんうん、そこにまあお寺がやってきたというふうに考えていいんじゃないかなと思います。で、こちら今は善能寺となってますけれども、こちらの山門の左右をちょっと見ていただければと思います。お、こちらは右側にはそうですね、金ですね、はい、鐘楼という建物あります。で左にを見ていただくと、こちらなんかこう2階建て風の建物があります。この左側ですね、太鼓堂と、太鼓、はい、太鼓、太鼓です。太鼓堂という建物ですね。これはちょっとなかなかお目にかかることはないですね。時を告げる太鼓、当時、ああなるほど、はい、時を告げる太鼓ってやっぱり港に関係あったりするんですか。実はそこがちょっと謎もあるんですけれども、うん、かつてはこの建物ですね、うん、本庄城の三の丸の門の脇にあったという伝承がそれをこう移築したという伝承があるんですけれども、実は棟札を以前調査したところ、幕末の時点でもうすでにお寺の建物だったんじゃないかというふうに考えられる棟札が実は残っておりまして、ちょっとそのあたりの経緯はちょっと謎なんですね。なぜこちらにあるのかと。太鼓って珍しいですよね。そうですね、あんまり聞いたことがないという、はい、お城なんかですとやはりその時を告げるっていうのがこうなんとなく分かりやすいので、そういったところどちらが本当なのか、お寺の当初からお寺の建物だったのか、お城の遺構だったのか、そこはちょっと謎なんですけれども、いずれそういう興味深い伝承とともに現在に残っていると言えます。でもちょうど門のね、左右にこう鐘と太鼓ということで揃ってる感じですけどね。はい、そうですね、大変趣のある建物はですね、結構いい写真も撮れるスポットと、ああなるほど、でもあります。今はねちょうど緑が鮮やかな、そうですね、春になりますと、あと確か、梅と桜がここにあったと思うんですけれども、とてもこう家、いい絵が撮れるポイントになっております。ちょっと季節間違えました ね、もう少しするとですね、こちらにブドウの木があるんですけれどもちょっとまだ小さいので、ですけども、なかなかこう身近ないい風景という、あー本当だ、ちょっと、緑の、ブドウみたいなのが見えますね、はい、そうですね、